スダーツチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。Sダーツオフィシャルプレイヤーの鈴木みくるです。本日は私の新モデルザ・ミラクル G4 のご紹介と Twitter で募集した質問の方に答えていきたいと思います。それではどうぞ。質問コーナー。Sダーツの公式ツイッターで募集した質問に答えていきます。たくさんの質問をいただいたということで本当にありがとうございます。ではタク3963からいただきました質問です。2013-2014年の試合動画を見ると今よりスローのリズムが速いと感じました。今のリズムにしようとしたきっかけや意識していることがあれば教えてください。またダーツをするときは靴紐をぎっちり締めますかという質問をいただきました。自分の中ではそんなにスローのリズムを変えてるつもりはないんですけれども、もしかしたら調子がいいときは少し早いのかなぐらいですね。リズムは自分で変えていません。ダーツするとき靴紐はぎっちり締めます。吉野川さんからいただきました質問です。一番緊張したまたは気合の入った試合があれば教えてほしいです。いつも緊張してるので、一番緊張したの、逆にこう大きな舞台の方が緊張はもちろんしますけど、楽しかったりする分緊張してないかも。一番緊張した気合が入った試合っていうのは、コロナの期間中にお家でやったジル・テイラーとのチャリティーマッチです。続いての質問です。キョンさんからいただきました。新しいアワードミラクルを追加するとしたら何のゲームのどんな状態だと思いますか。これ私ちょっと一回考えたことあるんですけども、まあ、01でもクリケットでもこうどのナンバーでもビットを三角形で3本刺したらミラクルっていうアワードが出てくるってどうでしょうか。では次の質問です。水猫さんからいただきました。最近ハマってることマイブームとかあれば教えてください。最近ハマってる、もともとハマってるんですけども、まあ、ゴルフも好きですし、あとはカラオケですかね。カラオケは結構歌大きい声出すとストレス発散になるので、試合の前日とかカラオケ行ったりすること多いです。ロチカ666かっこロチカさん、次にしたい髪型ありますか。次にしたい髪型どうしようかな。これ以上伸びてきたらどうし、二重にしますばっか。もうそろそろ切ってもいいかなって思うんですけど、金髪と同じでどこまで行ったらいいのかわからなくなってます。募集します。では最後の質問です。まあかっこチワワさんからいただきました。鈴木みくる選手が最終的に目指している目標ってありますか。ソフトダーツ、スティールダーツに問わずで教えてくださいということなんですけども、いろんなところで言ってますが、霊長類最強ということで、まあダーツ投げるの人ぐらいなので人の中で最強を目指してます。もうソフトもスティールも問わずで一番目指してまだまだ頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。皆様たくさんのご質問ありがとうございました。またSダーツで募集する時があるかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。続きまして、好評発売中のザ・ミラクル G4 についてご説明していきたいと思います。ソフトダーツが通常版、Sダーツ限定版、Sダーツ20周年限定版の3種類で、こちらの3種類は現在発売中です。またスティールの方は現在開発中となってます。スペックですが、ソフトが全長 49.0mm、
最大径 7.0mm、 重量がバレル単体で 21.0g となっております。通常版がブラックとミックルカラー、 S ダーツ限定版はブラックとゴールドのカラー、20周年限定版はオールブラックとなっております。ぜひ皆様お手に取っていただければ嬉しいです。こだわった点はグリップ感ですね。グリップ感がしっかり出るバレルにしました。意識は結構全然差はつけてないんですけど、実際変わってるところはありますね。例えばソフトダーツとかだったら右側にから投げるんですけど、スティールの時は若干真ん中寄りに立って投げてると思います。こうスイスポイントだと思うんですけど、多分出すのがで、こうソフトにとスティールの感触が似たものが欲しかったんですけど、それがやっとできたかなっていう感じ。スイッチしやすいです。でも投げる量にもよるんですけど、基本的には新品状態が一番ベストなので、まあ、1ヶ月長くても2ヶ月に1回ぐらいは交換したいなっていう感じですね。エルフライトのプロの、バージョン5シェイプを使ってます。私のモデルですね。でシャフトの方が L シャフト、カーボン、ロック、ストレート、まあ、330なんですけど、295の時もあります。あとはプレミアム L シャフトの時もあります。でチップですね、こちら、プレミアムリップポイントのホワイトなんですけど、今はちょっと染めになってますけど、これも結構黒とか黄色とかいろいろ使います。はい、グリップはこんな感じで、親指と人差し指の、まあ、上にしっかり乗るイメージでグリップしてます。
はい、皆様ここまでいかがだったでしょうか。動画の説明欄にエスダーツのショップリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。またお得に購入できますクーポンコード396、私のコードなんですけれども、こちらをぜひ入れてご購入ください。またエスダーツの実店舗がある池袋店、錦糸町店、台湾にある台北店では試し投げができます。ぜひお近くの方は実店舗の方に足を運んでいただいて、心ゆくまで試投してみてください。動画の高評価、優しいコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、エスダーツオフィシャルプレイヤーの鈴木みくるがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。